小笠山総合運動公園静岡県小笠山総合運動公園スタジアム静岡県小笠山総合運動公園スタジアム静岡県小笠山総合運動公園スタジアムは静岡県袋井市の小笠山総合運動公園にある多目的競技場陸上競技場や球技場として主に使用される愛称はエコパスタジアムや静岡スタジアムエコパ エコパは、小笠山に近いことから、山彦を意味する、エコーと、友達、仲間、地域、自然との共生を図るという意味合いを込めて、友を意味する、パルから合成した造語である。施設は、静岡県が所有し、静岡県サッカー協会グループが、指定管理者として、運営管理を行っている。日本グランプリシリーズである、静岡国際陸上競技大会や日本、 プロサッカーリーグに加盟するジュビロ岩田がホームゲームの一部を開催している。2001年、袋石と掛川市の市境付近で整備が進められていた小笠山総合運動公園内に完成。2001年5月12日、スタジアムの小ら落としとして J1 リーグファーストステージ第9節の清水エスパルス VS ジュビロ岩田が開催された。 監修52,959人は、当スタジアム最多観客動員である。2002年、2002FIFA フフワールドカップの会場となり、6月11日、6月14日、6月21日に3試合開催された。メインスタンドには、FIFA フフワールドカップ開催スタジアムであることを示す、FIFA フフワールドカップ、静岡と記されたレリーフが設けられている。2003年、 第58回国民体育大会、ニュー、我が富士国体のメインスタジアムとして使用された。2006年4月1日、静岡県サッカー協会を中心とする企業体が指定管理者となった。2015年11月28日、初めてジャパンラグビートップリーグの試合が行われた。2016年1月、ラグビーワールドカップ2015で活躍した。 ヤマハ発動機ジュビロの選手、ゴローマル歩夢の銅像が1回、エコパスポーツミュージアムに設置される。コンバージョンキックを狙う手を合わせたポーズ。2016年4月22日、国際陸上競技連盟クラス2の公認を受ける。2017年6月17日、ラグビー日本代表 VS アイルランド代表が開催される。駐車場からバスで輸送するパークライドを、 実施するなど、ラグビーワールドカップ2019を見据えた運営を行った。2017年11月2日、ラグビーワールドカップ2019日本大会の試合日程が決まり、本スタジアムで4試合開催されることとなった。2019年9月28日、ラグビーワールドカップ2019プール A の日本 VS アイルランド戦が開催され、 日本が19から12で勝利を収めた。観客動員数は47,813人。2020年9月27日、ラグビーワールドカップ2019で日本が活躍した記念に、ラグビーワールドカップ2019展示コーナーがオープン。また、活躍した福岡県樹選手のブロンズ像が、スタジアム正面の広場に設置された。 アイルランド戦でトライを決めた瞬間をモチーフにしている。2020年、インターハイ陸上競技の開催が予定されていたが、中止が決定している。ありがとうございます。